サボアの旗、サボア、アルピタン語、セイブ、またはサボヤは、南ヨーロッパの歴史的地域名。おおよそ現在のフランス南東部、ローネアルプ地域圏のサボア圏と、オートイコールサボア圏にあたるが、歴史的領域としては、現在のイタリア領とスイス領にも一部がまたがっている。サボアの地名は、ラテン語のサパウディアに由来する。サパウディアは、サピンビディアで、サピンは、 モミの木を、ビディアは、森を意味することから、サパウジアで、モミの森いないし、モミの森の国を意味する。サパウディアの名は、西ローマ帝国末期の4世紀末、マルケリヌス・アンミアヌスのレスジェステに、ブルグント族の居住地として、初めて記された。11世紀頃の中世ラテン語では、セイボジアとなり、音韻変化の結果サボイアとなった。 サボア県王とイコールサボア県サボアの東構図サボアは、北をレマンコ、東から南をアルプス山脈、南東部をシャルトルーズ山地、東オローヌ川とギエール川に囲まれる。11世紀初頭、新生ローマ皇帝コンラート2世がこの地方を征服した際、この地方はサボヤ家の子祖となる、ウンベルト1世ビアンカマーノの所領となった。 以来サボイア家のサボイア伯領として発展し、1416年にはサボイア公国となるが、1563年に宮廷がシャンベリからトリノに移される。1720年にサボイア公、ビットーリオアメデイオ二世がサルデーニャ島と王位を手に入れ、サルデーニャ王国が成立すると、サボアは実質的には王家ゆかりの地という一地方となった。 1792年から1815年まで、サボアはフランス革命軍の支配下にあったが、1793年にはフランスの支配を排除するために戦争を起こした。1860年にサルデーニャ王国はビットーリオイマヌエーレ2世の下でイタリア統一を果たしたが、フランスにイタリア王国を承認させるため、プロンビエールの密約に基づき、ニース地方と共に、 サボアをフランス帝国に割上した。ありがとうございます。